quiet! Be, 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 be! Quiet 少な。Quiet 少ないね。Be! Be って言っても何も伝わらない。なれって。はい。ケブリです。はぁ、あ。はぁ、あ、じゃないよ。さぁ、はい、今回はですね、はい、なんか金持ちもぐもぐシリーズ第2弾。あら、第2弾。なんだっけタイトル全部忘れた。第3弾じゃないですか。金持ちがね、うん、あの庶民の食べ物の好きな食べ物ランキングを発表していく大好評企画ですが、はいはいはい、今回は何ですか。今回はガストの好きなものベスト5です。わーおーわーおー、あったかフェレストランの方のガスト。ちょっと、ま、分かりません。なんでごめんなさい。あったかフェレストランガストの方のガスト。あったかフェレストランガスト、こういう CM でしたよね。え CM、 えあったかフェレストランガストじゃないの。お前ガストのお膝元で育った。ガストの CM でそんな見るかな。え、ガスト様のあれと。ガスト様って言ってる。え、ガスト様って言ってる。合ってるよね。え、なんかギリギリ聞いたことあるの。あったカフェ、 あったかいカフェあったかいカフェでレストラン、フェレストランガスト。あ、聞いたことあるかも。じゃなかった。さっき聞いたからかな。今聞いたから聞き始めるのいいかな。言ってた、言ってた。僕も言ってましたよ。お金持ちだけど。お金持ちで言ってました、うん、大学通りだったんで。あ、そっか。はい、学校の通り道もありました、中高のね。あ、中高もあったし、うん、大学もね。大学もありましたよね。大学は、あった。あのね、三田にはあった。三田にあったか、確かに。日吉にはね、あの、ないのよ、何も。日吉には、クイックガストだけなかったから、行くか。ね、クイックガストだけなのよ。クイックガストじゃないのよね、俺たちが行きたいのは。三田のガストめちゃくちゃ行ったな。そうなんですよね。なぜならあの朝までやってるお店が少ないからね。そうだそうだ、あの三田って。そうだ、三田で朝までやってるお店はガストと麻布ラーメンしかなかった。麻布ラーメンしかなかった。サラリーマン街だからね。そうか、朝までやってないんだよね。なかなかやってないから。文化祭の打ち上げとかも行きましたね。そうだそうだ、ガストそれこそ大学の時のネタ合わせとか行ったら、うん、いや本当そう、本当そうよ。じゃあそんな思い出のガストで。マジ思い出。じゃあ好きな食べ物、はい、好きなメニューか。好きなメニューベスト5。ベスト5、それでは発表お願いします。あれさあ、それでは金持ちの選ぶガスト好きなメニューランキング第5位は、メニュー全然わかんない。これメニュー名なんていうの。あれ、金持ちの選ぶガストの好きなメニューベスト5第5位は、でん若鶏のグリルガーリックソースです。なんか早弁みたいに出してる。この机からドラえもん方式を入れるとこなかった。入れるとこなかった。あんまドラえもんのこと引き出しから出てくるイメージで言われた。食べてない。なんかチキン、なんかそっか、ハンバーグ、ガストといえば。ガストでもハンバーグで、なんかちょっと貧乏症かもしれない。これは。もうソースがあって、これ洋風なわけ。はいはい、はい。これ洋風の食べ物の中で多分一番米進む。ああ、なるほどね。洋からのアプローチの中で一番米進む。トマトの感じってあんまご飯と合う感じじゃないけど。そうそうそう。うん、それがなんかガーリックだから。ガーリックだからもうやばい。ちょっと食べていい？食べましょう。いつぶりですか？これ本当に1年以上ぶりじゃないですか？いや、最近まで食ってたな。1年以上だな。コロナじゃん、それは。コロナの影響で食べてないじゃん、それは。なかなか。違う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 。やっぱ大人ってから一回なくて。キンキンじゃん。全然食ってなかったな。キンキンじゃん。いただきますね。うまそうですね、確かに。うわっ、うわっ、米米米米米。え、ないないよ。米米米米。食べ終わったけど、うん、まだ米間に合うからね。そんなね、スモーキー。スモーキーぐらい。ハッシュドポテトめっちゃうまいよね。めっちゃうまい。粗挽きなのね、なんていうか。そう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 。付け合わせの中でそれ本当にうまいわ。ガストはね、付け合わせのレベルが高いのよね。うん、高いですか。これ群抜きなのよ。続いて第4位は、さあ、いきます。ででででー、オムライスビーフシチューソースでーす。ドラえもん感強いな、それ。これはね、正直ね、うん、完全に同意です。え、お前ハゲドウ、ハゲドウ、ハゲドウの極み、激しく同意。ハゲドウか。これ登場したの、うん、いつですかね。これもなんか人づてに聞いてうん、まって思ってるの今だから、確かにいつからいたのか分かんないな。これマジで言うと、うん、俺が最初に食べました。
日本で。マジで違います。あのマジそう、商品開発部の方。いやいや、一番最初だったら商品開発部の方です。日付超えた時ぐらい食べたもん最初。え、もう初登場覚えてるってこと？いや、気がすんだよな。あ、マジで？これマジでうまいかね。あ、うまっ。うまいね。うまいね。うん、のけぞったもんね。もういいな。オムライスの、うん、あんまケチャップ味が、うん、マック編でも言いましたけど、はい、ケチャップ味があんまり得意じゃないかった。あ、だからビーフチューソースのやつがもう最高なのよ。最高。チーズも好きじゃん。神の食い物。本当に一番食ったかもしれない。これ神の食べ物だよな、マジで。はい、中はケチャップライスなの。そう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 。中はケチャップライスだけど、なんかね、これと合うとなんかすっごい別の食べ物みたいになんない、うん、これがマジでうまいのよ。ケチャップライス、ゴロゴロ肉、チーズ、オムレツ、うんうん、男の全部。そんなことはない。男の全部ね。男の全部が全部食べ物なわけないから。いつぶりですか？やばい、1年ぶりぐらいな。だから自粛前じゃねえか。だから10年前、もう10年ぐらいなんか。ダイヤモンドプリンセスも前じゃねえか。ガストってさ、絶対8時以降に行くもんな。マジそうだと思うんだよ。本当にそうなんだよ。まあね、いやいや、まあ、ご家族で行かれる方もいると思うんですけど、大学生の時とかは、どっか行って、行った後とかね、うん、夜中とかに行ったから、うん、まあ課題やるとか、うん、ガストが一番居心地いいからね。わかる。ソファーのさ、ここすっごい良くない？すっごい居心地いい。2段階になってる。そう。そう、ガストのあるある1個言っていい？という。あのソファーがね、こうなってるでしょ、うん、この上に変なガラスの板がいる。あるー。ガラスと柱でこう、なんだこれっていう、ね、謎の仕切りがある。ガスト行きたいな、実店舗の方に。続いて、栄光の第3位は、トウモロコシのポタージュです。スネ夫が紹介するポタージュ。おじさんがあの買ってきてくれた。のび太の分はないポタージュ。え、待って、こんなクルトンでかかった？クルトンでかくないですか？クルトンすごいね。こんなクルトンでかかったっけ？いや、器があれだからじゃない？こう、器がこうだから。小さいから。クルトンって、お腹空いてなくても行くでしょ？行くね。お腹空いてなくても行く。まあ、それがファミレスのいいところだね。まあ、確かにね。うん、そう、だから、そういう時にやっぱ大活躍。特に冬場、あったかいの欲しい時に、コーンポタージュめちゃくちゃうまい。あんた、ポタージュ水だもんね、本当に。あ、わかる。うん、俺、ポタージュ水だよね。そう。俺、もうその、スープはもう、ドロドロであればあるほどいいよ。結構ドロドロ。これポタージュよ。確かに。スープサラサラの感じじゃない？そうそうそう。パー。なんかいいんですわ。多分こだわってるんでしょうね、なんかね。なんかそれ。適当なこと言って。そう、拾ってますね。全部こだわってる。こだわってます。うん、全部こだわってます。川越チェフのやつ。これこだわってると思います。水700円で出すな。水700円出すな、川越チェフ。忘れてやれよ。俺は許さねえからね。川越チェフが水700円出したこと。許せもう。許さないからな。いつまで許さねえんだ、それ。ダルビッシュがポチンコやってたことも許さねえじゃん。許せもう。許さねえからな。許してやれもう。続いて第2位は、コーンのオーブン焼きです。なんか昔の音だな。コーンのオーブン焼き。コーンのオーブン焼き、これ聞いたことない料理名だけど。さっきのさ、トウモロコシのパタージュからそうだけどさ、うん、ガストって絶対普通の名前使わないようにしてる。してけど、さっきも言いました、お腹空いてない時ガストね。あー、まあね、お腹空いてない時ガスト。ネタ合わせとかのタイミングで言ってるガスト。あ、うまっ。うまい。え、あんまこう。コーンうまくない？いや、まあ、いや、マジで。それはコーン好きじゃん。あなたが。さ、主食って考えたらすごくない？あー、確かにね。小麦とか米とかって、なんか炭水化物だけど、そんな別に甘いとかじゃないじゃん。日本だけさ、その、うん、コーンのことさ、主食って扱ってないからさ、そうやってむき出しでほったらかしたりするよ、ね。だってアフリカとかでさ、生地にするわけじゃん。そうだよな。トウモロコシを生地にするじゃん。うん、日本そこ飽和してるからさ、うん、本当バカだ。その米とパンで、うん、いけてるからさ、そっからやらないよな、そっから先。コーンと向き合ってない。向き合ってないよな。うん、さあ、ということで、まあ、金鉢、金鉢言ってきましたけども、恒例のですね、今、はい、袖中に全部入りました。袖衝突した。マジックで食べ物出しても大丈夫。うん、俺が今後この衣装で、ね、マジックでここから何か出しても。ここが消毒されてるから。大丈夫だと思って。どういうシステムなんだ。私ね、庶民が選ぶ、はい、あらら、車庶民が選ぶ、うん、ガスト、はいはいはい、番外編という。はいはいはい、ですか、一番ね、その真っ当な意見の確率が高いですから。第1位は、はい、こちら、バー
山盛りポテトフライ。ボエー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 リサイタルジャイアンのリサイタルの擬音ポテトじゃんお前ポテトが好きなだけじゃん。マックもポテト1位だったしさ、うん、ポテト好きなだけじゃん。ポテトは好きなんだけど、うん、マックの時はさ細いポテトがいいって言ってたじゃん。はいはいはい。これガストのポテトね、うん、これまず太いです。ちょい太、ちょい太だね。ちょい太なんですけど、うんうん、これねマジで唯一無二の太さこれもう計算し尽くされた、計算し尽くされた、ほんとなってまして、うん、ガストの山盛りぐらいって、うん、ケチャップとマヨがついてんのよ、うん、あのちっちゃいお皿にケチャップとマヨがあの引用みたいになってマガジャマみたいになってそうなのよついてんのよ、うん、あれをさこうマヨだけつけてもよし、ケチャップだけつけてもよし、で友達とかとみんなでシェアするときは、その誰が先にこれをぐちゃぐちゃにしようかみたいな競争もありつつだから、こう食うじゃん、今、うまいでしょ、うまいけど、あの全然完全体ではないです。ああ、なるほどね。うん、このメニューであのマヨとケチャップが混ざったときに、うん、オーロラソースって言葉知ったもんね。そう。オーロラソースっていうんだぜって誰かが言って、オーロラソースこんな汚ねえ。なんか俺たちが遊んだだけなのに、オーロラソースなのかこれは。なんだってね。確かにうまい。美味しいね、これは、ね。ポテト最高。これは最高。さあ、いよいよ羽持ちが選ぶガスト。好きなアメニューランキング第1位はドド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 ベイクドチーズケーキです。星野源星野源バージョンでしたけども、ベイクドチーズケーキはい、何ですか右京さん、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 お前の前でもめっちゃ食ってんじゃない何それ、お前の前でもさ食ってたね、うん、やたらめったら、やたらめったら、うん、腹減ってないガストの極みだよね、うん、腹減ってないこと多くないでやっぱりいろんなことしに行ってるから、まあそうね、作業しに行ってる、作業とかそのネタ合わせとかで行ってるから、やっぱり次どうしてもやっぱ甘いもの食べたくなったりだとか、これとなんかが192円とかで、うん、多分いっちゃいやすいね、あ甘いものの中で、はいはいはい、甘いものの中で多分これが一番お求めやすくて美味しいということで、うん、いただきます。あれやばこれこれやばいね、ええ、これえ、鎧塚さんこれ、いやいや、トシ鎧塚じゃねえよ川島直美の旦那さんのトシ鎧塚じゃねえよそれ、鎧塚さんが作ったこれ、ここ大好き、うん、ここだけ固めて作ってほしいぐらい、うんうん、なんかその5位4位ぐらいのさあれは分かったんですけど、ああなんか3、2、1とそのサイドサイドサイドというかワイルドサイドを行けっていうかなんかチーズインハンバーグはそんな食ったことない、え食ったことない、メインところですよね、いや食ったことないな、あれなんでそんなこの安いやつで行くんですかドリンクバーのため、はいドリンクバーのため、あごめんなさい、セットドリンクバーのため、セットドリンクバーというとメニューを頼むとセットドリンクバーが、はい、普通のドリンクバー単品よりも安い値段でつけれるっていう、ありますね、はい、ありますよね、ありますあります、はい、セットドリンクバーをさらにクーポンをつけることで、はい、非常にお安くなりまして、なんか100円ぐらいできますよね、100円になります、うんうん、これ一番安いメニューとセットドリンクバーを組み合わせることで、うんうんうん、単品のドリンクバーよりも安くなる場合があります。お前金持ちじゃねえだろなんだその発想は。だからさ1位ベイクドチーズケーキしましたけど、うん、1位ドリンクバーの機械です、楽しいこと言ってるわマジでドリンクバーで俺たちは何リットルジュースを飲んだんだ、恐ろしいぞ本当に、一生分なんだね、一生分飲んだよ本当に、うん、すごいよあれ、おとぎ話ぐらい飲んだもんガストに居すぎたから、うん、ドリンクバーの健康面気使ってなくて、たまに野菜ジュースとか飲んだもんね、飲むね、野菜ジュース飲むよね、黒豆茶ね俺は黒豆茶飲んだでしょ俺、黒豆茶ってあのさマジで家みたいにさそうそうそうポットに入ってるやつ、ポットいやポットじゃなくてなんか週替わりのお茶みたいなのがなんか2個ぐらいあった、あそんなあったドリンクバーの横に、まあまあガストによると思うんです、コーヒーがねすごい美味しかったのよ、なんか、はい、進化したのよ、なんかマシーンがあって、なるほどね、何よりあとあのガストのドリンクバーはコップがいいのよね、コップがサイズのコップってめっちゃ軽いじゃん、あれガストのコップで、ガストのコップ、あちゃんとコップなの、本当グラスだ、そうだグラスだ、でコーヒーはマグカップがこうすごいマグカップ、うん、すごい嬉しいの、うん、嬉しい確かに、これは確
確かに。すっごい嬉しかったもん、それは。ちょっとドリンクバー行きたいな。ドリンクバーじゃあ、ドリンクバー行きたい。簡易的なやつじゃドリンクバー行きたい。ないよ、ドリンクバーは。ドリンクバー行きたいな。ちょっと待ってな。ちょっとドリンクバーってないか。ないよ、ドリンクバーは。吉本に。さすがないよ、吉本にもドリンクバーって。あれあおそっか、コーラ薄いかもしんないわ。いや、そんなことねえよ。2種類のやつじゃなかったでしょ今。あるよ。あれ何あ、これ絶対ダメだって時だよ。頑張ってしてる。透明なやつがすごい勝ってる。色つける方がすごい負けてる。水が大勝ちしてる。あるよね。あれ何なんだよ。あれ何なんだよ、マジで。ペプシなのもリアルよね。ペプシだよ、ね。ペプシって結構ドリンクバーになりがちよね。ペプシ勝ちだよね。じゃあ、まあ、ドリンクバー気分で飲みなさいじゃん。はい、うわぁ。マジでこれ何杯でも飲んでいいと思うよ。すごいなぁ。そうよね。最近のガストさ、あのタッチパネルのやつあるでしょ。ありますね。ペプシプラスレモンみたいなない？ああ、あります、あります。あるあるある。あんなことしていいの？あれはだからもう俺たちの子供の頃の夢はもう叶えたよね。あんなカルピスプラスメロンソーダとかなってんから。そう、マジ全然あるよね。俺らはさ、当時それをだから作ってたじゃん。作ってた。その何一番美味しいドリンクバーを作る、ちょっともう好きなドリンクバーベスト5やりますか。え、やりたい。じゃそれはもうやりたい。ドリンクバーの話はまた後でしよう。ドリンクバーの話は後でするとして、やっぱ俺たちの青春を支えたガストにね。ガストね、感謝ですよ本当に。じゃあガストはもうサイドメニューとドリンクバーの組み合わせが最強。最強、これがよろしいですか。これが最強。じゃあみんなもね、あの自粛を開けたらガスト行ってあげてくださいね。みんなで遊ぼうぜ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。